いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、メルセデス・マイバッハ S550 フォーマチックファーストクラスパッケージを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所、右フロントフェンダーに飛び石、フロント、左フロント以外のアルミホイール、左フロント、リアのドアエッジ、左リアドアに傷、トランクパネルに線傷がございます。走行距離に関しましては、約4万5000キロ走っているお車です。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはベージュレザーが採用されております。世界の名だたるラグジュアリーサルーンの中でも、高い走行性能、快適な室内空間、美しいボディラインが魅力の S550 フォーマチックファーストクラスパッケージでございます。左右独立式のシートやクーリングボックスをはじめ、数多くの快適装備が施された一台です。また、快適性だけではなく、高い走行性能によりドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただける一台です。ヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 4.7 リッター V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は455馬力でございます。また、足元に関しましては、純正の20インチアルミホイールが装備されており、ボディ全体の雰囲気と相まって、上品な足回りとなっております。続きまして、リア、紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましても、LED が採用されており、安全性、視認性、ともに優れたデザインとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。ショーファーパッケージによりクーリングボックスが追加され、スペースこの分とはなりますが、スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはダイヤモンドキルティングが施されたベージュレザーが採用されております。運転席助手席、若干の使用感がございます。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては日本スポークのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。また、アダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますと、360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されております。非常に滑らかな加速が魅力の1台です。走行モードに関しましてはエコ、スポーツが用意されており、サスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましては、シートヒーター、ベンチレーターが完備されておりますので、一年中快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席、紹介させていただきます。後部座席に関しましては、フ
ファーストクラスパッケージにより左右独立式のシートが採用されております。またシートコンディションに関しましては若干の使用感がございます。大人の方でもゆったりとできるスペースが確保された一台です。ファーストクラスパッケージによりクーリングボックスが追加され、お飲み物等を冷やすことができます。また後部座席に関しましてもシートヒーター、ベンチレーター、ブルメスター製のスピーカー、パノラマサンルーフ、リアエンターテインメントシステム、オットマン機能など数多くの快適装備が施された一台です。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2016年モデルメルセデスマイバッハ S550 フォーマチックファーストクラスパッケージを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万5000キロ走ってるお車ではございますが、内外装比較的良好なコンディションを保った一台です。数多くの快適装備により後部座席の快適性が格段に向上した S550 フォーマチックファーストクラスパッケージでございます。シートヒーターやベンチレーター、ブルメスター製のスピーカーをはじめとする数多くの専用装備に加え、ファーストクラスパッケージが装備されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。